アイヌが集まって何かをするときはまずカムイノミという儀式をやります。土地の権利や政治的な権利や暮らしの権利やあるいは資源に対する権利や、まあ、ことごとく不平等なままになっていた。そのことがこの権利宣言によってそれらの権利は当然先住民族はそれを受けるべきだという内容のものですから、まあアイヌである私たちもそうだし世界中の先住民族にとってはとても画期的な国連の宣言であったということになります。順番に言ってください。ちょっと待って。アイヌモシリと言われたアイヌの領土は全て日本政府のものにされてしまいました。だから土地はアイヌの権利としてはなくなってしまって、まあ、奪われてしまったままです。だからこれは基本的には元に戻してほしい。人数も少ないアイヌにとっては普通に選挙をしてもその議席を獲得することは、まあ、事実上不可能なんですね。ですからニュージーランドのマオリが得ているように特別議席枠をアイヌの枠として、設けなさいと。でこれはまあ当然の権利、その割合については議論のあるところなんでそれはまあ協議をすればいい。古式舞踊もやるんですけど、メインはそれをアレンジしたり音楽をつけたり、そういうのが、で自分たちなりの表現を取り入れてパフォーマンスしてます。アイヌはそのやっぱり貧しかったりこう汚いというイメージが一般社会にあったと思うし、まあ、今でも完全になくなってないと思うんですけど、アイヌっていうものを嫌がってたですよね。で自分に自信がなかったしアイヌってことを隠してたし恥ずかしいと思ってたんですよ。私がカナダの先住民の人たちを見て、あすごいかっこいい、自分もこんな風になりたいって影響されたように、私は海外の先住民だったけど、でも本当はアイヌ自身にそういう影響をもらいたかったですよね。私はそういうの若い世代にそういう影響を与えられるような人物になりたいと思ってます。うん。